川崎市立地適正化計画素案の概要、概要版。本市では人口減少や少子高齢化のさらなる進展、自然災害の激甚化、頻発化といった課題への対応を図り、市民等と行政の協働による持続可能かつ安全安心な街づくりを目指すため、立地適正化計画の策定に向けた取り組みを進めています。立地適正化計画は都市再生特別措置法において基本方針や区域等を設定することとされています。それでは各項目についてご説明します。はじめに1、基本方針については本市の課題を踏まえ、人口動態や自然災害リスクへの対応を踏まえた魅力的で暮らしやすい持続可能な街づくりとしました。次に2、居住誘導区域については、人口密度を維持し生活サービス等が確保されるよう居住の誘導を図る区域ですが、本市については人口が増加傾向であることから、緩やかに居住の促進を図っていく考えのもと、居住誘導を居住促進という名称で位置づけます。同様の考えから区域は地域の大部分に設定します。また区域外に住めないわけではないため、対策を講じて安全に住み続けることを基本とし、将来的な建て替えなどのタイミングに合わせた誘導を促進していきます。こちらが具体的な居住促進区域となり、緑色で着色されている箇所が該当します。なお、区域外において一定規模の住宅の建築を行う場合などには届出が必要となりますが、住宅の建築ができなくなるものではありません。次に3、都市機能誘導区域については、商業や文化などの都市機能を中心拠点等に誘導することで、各種サービスの効率的な提供を図る区域です。また区域内に立地の誘導を図る都市機能として、誘導施設の設定も行います。本市では既存に立地する都市機能の維持や魅力向上を基本としながら、今後の再開発を見据え、区域と誘導施設の設定を行います。こちらが具体的な都市機能誘導区域となり、赤色で着色されている箇所が該当します。なお、都市機能誘導区域外に誘導施設を立地する場合などについては、法令に基づく届出が必要となりますが、届出の対象となる行為を規制するものではありません。最後に4、防災指針については、自然災害の恐れがある区域に対して被害の軽減を図るための指針になります。本市では近年の自然災害の激甚化、頻発化等を踏まえ、ソフトとハードによる防災・減災対策に加えて復興を兼ね備えた指針とします。施策については引き続き既存の取り組みを進めていきますが、加えて150年から200年に1回の確率で発生する可能性がある洪水の浸水想定区域のうち、浸水深3メートル以上の範囲では垂直避難が困難であることなどから、住宅を建てる際、新たに届出の提出を求めます。届出書は建築行為等の設計に着手する前の段階で提出し、想定している建築物の用途や階数、宅板の高さなどの情報を記載していただきます。これに対して避難に関する情報の案内や被害の軽減を見込める建築物の助言などを記載した回答書を提供します。最後に本計画では目標値の設定を行いますが、こちらの表はその一例となります。目標値等を確認することで計画の見直しの必要性を検討していきます。本計画については今後皆様からのご意見を伺いながら、策定に向けた取り組みを進め、令和7年3月末頃に策定することを予定しています。ご視聴ありがとうございました。